はい。日清戦争ってどんな戦争だった？日本と清が戦った。おお、そう。日本と清が戦ってどっちが勝ったんや？日本。日本勝ったんだよね。日本が戦争に勝って良かったことってあったよね。覚えてる？日本の力。おお、そうそう。ここだってね、みんなでまとめた日本の力をね、戦争に勝つことで世界に示すことができたんだよね。さあ、ロシアと日本をね、じゃあ比べてみるような資料を1個用意したから、じゃあその2つからね、今日はどうして陸奥宗光が辽東半島を返したのか、資料を使ってね、みんなで考えていきましょう。うん、ああ、なるほどね。あ、それで考えた。子供たちが資料を使って、まあ、資料を元にして、まあ、自分の考えをノートに書いたり、まあ、発言したりというところを一番に見ていただきたかったです。なら、自分がね、こう思ったよ、資料からこう考えたよということが、教えてほしいなと思います。はい、じゃあ書いたことを発表してください。日本と清の条約には第二条は日本にとっていいものだったけど、それ以外の条約は清にとっていいもので、それなのに返したということは、日本はお金が全然なかったから返したんだと思いました。どうですか？ああ、深笹さん言うけど、みんなどう思う？お金なかったかな、日本。賠償金もらった。賠償金もらったよね。でもだけど、そんな比べ物にならないぐらい、うん、その条約を結べば、うん、めっちゃたくさんのお金がもらえる。ああ、もらえるから、じゃあお金に困ってたから返したのか。そういうわけじゃない。今内田君がさ、なんかそれなりに理由があったんじゃないかなって言ってくれたよね。じゃあ、今日のまとめは、これを書いてください。陸奥宗光は一体何を大切にして返すという判断をしたのか、ノートに、書いてください。たくさん、まあ、人が見えて、まあ、子どもたちすごく緊張したと思うんですけど、いつものようにたくさん意見を言ったり、こうみんなでこう話し合いながら授業ができたんじゃないかなと思っています。